ポテトチップスといえば圧倒的な業界1位がカルビー、次いで2位が湖池屋ですが、今回登場するのは業界第3位の山吉製菓です。同社は塩味やコンソメ味といったポピュラーな商品とは一線を画すわさび味のわさビーフや明太子味の明太マヨビーフなど尖ったニッチな商品で、およそ30年にわたってユーザーから根強く支持されています。 VTR 前半では業界でチャレンジャーや捨て身とまで言われる商品開発に迫ります。まあ、うちはメインというかですね、看板商品のわさビーフって商品があるんですけれども、まあ、それも含めたポテトチップを中心に売ってますね。昭和63年に出したものですので、もう28年、経ってます。そんだけ長く皆さんにお買い求めいただいてもらいました。ありがとうございます、はい。まずメインはどういう商品？ね、わさビーフという商品ですね。はい、わさびとビーフを、まあ、合わせて作った味ですね、はい、ピリッとまろやかというコンセプトで。ターゲットはちなみに、まあ、最初はね、高校生大学生ぐらいの男の子をターゲットにしてましたけど、はい、意外に女性にも受けてるし、今はどちらかというと3、40代の男女という感じですね。なるほど、はい、ちょっとお酒のおつまみというか。そうですね、はい、うん、まあ、おやつにも買ってくださってるみたいですし、まあ、小学生ぐらいの子たちでもこの辛さがいいって思えるし、もう無理無理って人もいるし、これのおかげでわさび入り の, お寿司が食べれるようになったって人もいますし。なるほど、他にどういった味が、はい、これが例えば男気